名工 A-200 型フリーゲートは、ドイツのブロームウント、フォス社によって設計されたフリーゲート。名工型フリーゲートの系譜に属している。名工 A-200 型は、先行する名工200型フリーゲートの後継として、市場に提示された。しかし設計面では一新されており、外見上は、名工200型との共通点は薄い。名工200型は、 名工コンセプトを適用されたものとしては最も多くの艦が建造された設計であった。名工コンセプトとは多様な顧客に対してより安価にかつ彼らの要求に応えたフリーゲートを提供することを基としたもので綿密な配慮の下で設計された船体にモジュール化された装備品を搭載していくという方式をとっており顧客は 自らの要求に応じて、モジュールを選ぶことによって、カスタムメイドのフリーゲートを手にすることができる。このコンセプトは非常な成功を集め、メイコー200型に属する艦としては、5カ国で25隻が収益している。しかし、原型となったメイコー360型フリーゲートは1970年代の設計に属しており、1990年代に入ると、 より新しい設計が求められるようになった。これに応じて開発されたのが本型である。本型の設計は、基本的に、ドイツ海軍向けにブロームウンとフォス社が開発した、ブランデンブルク級フリゲートを発展させたものとなっている。線型も、従来の名工360、200型が、中央線路型を採用したのに対し、超戦路型に変更された。 船体設計には、ステルス製への配慮が導入されている。また、従来の名工360、200型及び、ブランデンブルク級で特徴的だった V 字型の煙突も廃止され、廃棄は海水で冷却された上で完備より行われる。それらにより、レーダー反射と赤外線の放射を減少させている。線路後部は、 関西ヘリコプター格納庫となっており、また、その後方の5艦ンは、ヘリコプター艦ンとされている。本型はオーソドックスに、艦首に一機の手法を有する。環境構造物の前方には、CIWS や股間防空ミサイル発射機を設置する位置が設けられている。環境構造物の後部には、全部マストとして、大型の登場構造物が設置される。ここには、 艦のメインセンサーとなる低空警戒、対水上レーダーや三次元レーダーが設置され、場合によっては固定式の多機能をレーダーアンテナが側面に貼り付けられることもある。また、環境構造物工法の上構え上には艦隊艦ミサイルの発射塔が設置されることが多い。ありがとうございます。